ょっとちょっと、何やってんのさ、あんたたち。逃がしちゃう。見てわかんないの？あれ魔女じゃなくて使い魔だよ。グリーフシードを持ってるわけないじゃん。だってあれほっといたら誰かが殺されるのよ。だからさ、四五人ばかり食って魔女になるまで待てっての。そうすりゃちゃんとグリーフシードも絡むんだからさ。あんた、卵産む前の鶏締めてどうすんのさ。な、魔女に襲われる人たちをあんた見殺しにするっていうの？あんたさ、なんか大元から勘違いしてんじゃない？食物連鎖って知ってる？学校で習ったよね。弱い人間を魔女が食う、その魔女を私たちが食う。これが当たり前のルールでしょ。そういう強さの順番なんだから。そんな、あんたはまさかとは思うけど、やれ人助けだの正義だの、その手のおちゃらけた冗談かますためにあいつと契約したわけじゃないよね、あんた。だったら何だって言うのよ。ちょっとさ、やめてくれない？遊び半分で首突っ込まれるのってさ、ほんとムカつくんだわ。うわっ！後ろが散った、頭冷やせっての。おかしいな、全治3ヶ月ってぐらいにはかましてやったはずなんだけど。さやかちゃん平気なの？彼女は癒しの祈りを契約にして魔法少女になったからね。ダメージの回復力は人一倍だ。誰があんたなんかに。あんたみたいなやつがいるから。うぜえ、超うぜえ。つうか何、そもそも口の利き方がなってないよね、先輩に向かってさ。黙れ。じゃらじゃら踊ってんじゃねえよ、うちのろ。言って聞かせてわからねえ、殴ってもわからねえバカとなりゃ、あとは殺しちゃうしかないよね。負けない、負けるもんか。どうして、ねえどうして、魔女じゃないのにどうして味方同士で戦わなきゃならないの？どうしようもない、お互い譲る気なんてまるでないよ。お願いキューベ、やめさせて、こんなのってないよ。僕にはどうしようもない、でもどうしても力ずくでも止めたいのなら方法がないわけじゃないよ。あの戦いに割り込むには同じ魔法少女でなきゃダメだ。でも君にならその資格がある、本当にそれを望むならね。そうだ、私が契約すれば。終わりだよ。私、それにも及ばないわ。